ヒューゴ・ヘンリー・リグノルドは、イギリス出身の指揮者。キングストン・アポン・テムズの音楽家の家庭に生まれた。父、ヒューゴ・チャールズは指揮者で、母、アグネス・マンは、オペラ歌手であった。5歳の時に、家族でウィニペグに移住し、当地でバイオリンを学んだが、1923年に、奨学金を得て、ロンドン王立音楽院に入学した。その翌年には、 クイーンズホールでヘンリーウッドと共演して、ピョートルチャイコフスキーのバイオリン競奏曲を演奏した。その後は、ジャック・ヒルトンバンドにバイオリン奏者として所属し、同僚のジャンプーニエと弦楽始終相談を作るなどした。1939年に兵役につき、1944年にパレスチナ関元楽団を指揮する機会を得て、指揮者デビューを果たした。 1947年から翌年までコベントガーデン王立歌劇場のバレエ指揮者を務め、1948年から1954年までリバプールフィルハーモニー管弦楽団の主席指揮者を歴任した。1957年からロイヤルバレエ団の音楽監督となり、1960年からバーミンガム市向協楽団の常任指揮者に転出して1968年まで、 務めた、ハムステッドにて没、ヒューゴリグノルド IMDB、ありがとうございます。